떨어진다. 아, 난다 그래. 俺はアルド、ソプラノ高校に通う普通の高校生だったはずだ。そう、昨日も学校が終わり、普通に帰宅していた途中だった。ああ、今日も学校疲れた。あの先生の頭がどうも気になって全然寝れなかった。学校は先生のズラを気にするところじゃないポニー。それにしてもやっぱりズラだったんだ。なんだ、ソプラノ校に通う白髪の生徒、こいつだ。ボスが言ってたの男だっけ。まあどっちでもいいか。ほら早くあれ飲ませちまえよ。さっさと終わらせようぜ、めんどくせえ。何する。うるせえ、早く飲んじまえよ。お前も不幸なやつだな。これでボスからのボーナスいただきたい。やめ。くそ、意識。確か俺はあの時何かを飲まされて。こいつ男じゃないか。何してんだお前ら。ボクちゃんが言ったのは女の子だよ。カネルさんとこんなの間違えるなんて。元の場所にポイしてきなさい。本当お前らは使えないな。こいつが間違えたんですよ。俺は違うって言ったのに。ああなんだよお前だって。そうだ、その後どこかに連れてかれてまたここに戻されたんだ。サプラの子の白髪男じゃない。奏たん、まさか奏が狙われてるのか。奏は俺の幼馴染で一緒の高校に通っている。家も隣同士だった。奏を守らなきゃ。あ、でもどうすんだよこの体。とりあえずあそこに行くか。俺は自分の体に起きた異変のことを聞くためいつもの病院に来たのだが。次の方どうぞ。お願いします。先生、俺アルトです。なんでこうなったかわかりませんか。僕、ここは遊ぶ場所じゃないのよさ。え、違うんですって。調子が悪くなったらお母さんと来てね。服貸してあげるから。俺本当は高校生で。病院の先生には全く話を聞いてもらえなかった。仕方なく一度自宅に戻ることにした。はぁ、あ、服貸してくれたのはいいけど、なんでこの柄なんだよ。僕は許さない。国戦隊登場プニー。とりあえず一回帰って奏の無事を確かめないと。あれ、君どうしたの。アルトくんち誰もいないよ。俺アルトの親戚で今晩アルトの家に泊まる予定で。そうなの。アルトくんのご両親は旅行って言ってたし、アルトくん昨日から帰ってないみたいなの。そうだ、いい年して手つないで旅行に行ったんだった。僕、お家遠いの？どうしようね。かなで、家の外で何してんの？何この子、かわいい。この子、アルト君の親戚なんだけど、入れ違いになっちゃったみたいで。かなで、お前アルト帰ってくるまで面倒見てやれ。私もそうするつもりだったんだ。カイリー、お前気づいてるだろ。たっぷりかなでに面倒見てもらってこい。カイリ君顔怖いんだから、そんなに睨んじゃダメだよ。うっちょ、おお、かなで柔らけじゃねえよ俺。別に喜んでるみたいだしいいんじゃないか。クソカイリ、後で覚えてろよ。こうして俺はかなでの世話になることになったのだが、かなでとりあえず無事でよかった。しかしかなでの部屋何年ぶりだろう。ところで君、名前なんて言うの。俺はアルじゃない、アラタと言います。突然敬語。じゃあアラタくん、夜ご飯の前に一緒にお風呂に入ろうか。ダメだよそんなの。あれ、照れてるのかな。おませさんだね。私とアラタくんなんて小学校2年生まで一緒にお風呂入ってたけど。あー、俺の恥ずかしいエピソード公開するのやめて。とにかく風呂は一人で入る。何でも一人でできるから。一緒に入りたかったのに、お姉さんらしいことしたかったのに。十分助かってるよ奏お姉さん。お姉さん、初めて言われた。なんか嬉しいな。だからお姉さん先に入ってきて。はいはい、
かなでお姉さんは先に入ってきます。よかった諦めてくれた。しかしかなではちょろすぎだな。翌日、なぜ俺が公園の子供たちに混ざって遊ばにはならんのだ。おい、お前も一緒にサッカーやろうぜ。人数足りないんだ。仕方ねえな、遊んでやるか。新たくん楽しそう。やっぱり子供はこうでなくっちゃ。かなで見てんのバレバレだぞ。隠れるの下手くそかと。翌日連れて行かれた公園で俺がのんきにそんなことを考えていると、かなで危ない。ちょっとこっちに倒れてくんなよ。かなでこっち。新たくん、何が起こって。いいから。ここまで来れば。新たくん、ありがとう。なんか新たくんみたいでかっこよかった。残念でした。子供が蹴ったボールが当たったくらいで逃げられると思うなよ。離せ、こんな。なんだこのチビ。こら、暴れるな。おい、そんなガキほっとけよ。女は気絶させたからもういいぞ。こいつ暴れるんだよ。いいからもう行くぞ。ったく、マジめんどくせえ。わかってるよ。まあ、こいつはそこら辺に置いとけばいいか。ん、このガキどっかで。まあいいか。ふざけんな。かなでをどこ連れて行く気だ。離せ。うるせえガキ、騒ぐんじゃねえ。よし、これで追いかけてこれないだろう。くそ、出せよこの野郎。おい、マジで早くしろよ。ボスにまたどやされっぞ。ああ、そりゃ勘弁だな。よし、行くか。しばらく経ちまして、ちくしょう、やっと出られた。あいつら一体何なんだ。俺を小さくした奴らと声が同じだったけど、あれ、そういうことか。なんとなく真相が読めてきた。あいつ絶対許さねえ。俺は犯人の正体と犯行理由が分かり、すぐに奏の救出に向かった。ようやく本当の姿の奏ちゃんに会える日が来たんだな。あなたは、新田くんは、一緒にいた男の子はどうなったの。やっぱり奏たんは天使だね。大丈夫、子供には何もしてないよ。そう、よかった。それで私に何をする気なんですか。心配することないよ。ちょっとこれを飲ませるだけだから。いや、そこまでだ。ソプラノ高校3年 F 組、竹内くん。なんだこのガキ、どうしてここが。いや、簡単なことだったんだ。奏に被害が及ぶ前になんとかできたはずなのに。まあ間に合ったみたいだし、よかった。お前が犯人だと分かったのはこいつのおかげだ。それは僕たちが特注で作らせた奏ちゃんフィギュア幼女バージョンはあんじゃないか。なぜお前が持っている。くそ、変わらず使えない奴らめ。でも竹内なんて名前そこら中にいるじゃないか。お前が幼女趣味なのは有名な話。お前金持ちだからな。で、日頃から奏につきまとい、妹はいないのかと聞いていた。そうじゃないか。まあいい、お前みたいなガキにはどうせ何もできないんだからな。おい、ガジのバカラ、さっさとあのガキをここからつまみ出せ。え、またあのガキかよ。さっきからなんだよこのチビが。めんどくせえ。誰がチビだって。おい、あれって、まさかあのヤンキーばかりかよって乗るかもと。暴れる坊君、カイリ様じゃねえか。カイリ、そんな風に呼ばれてんの。知らねえ。じゃ、サクッと片付けるわ。ごめんなさい、あなた様の知り合いだったなんて。あいつ、あの変態が悪いんです。お前らも僕たんを売るのか。違う、こいつらが実行犯なんだ。僕たんはまだ何も。うるせえ、全員わっしょい、祭りだ。大丈夫か、かなで、遅くなってごめんな。新たくん、あのところに来て危ないよ。でも、ありがとう。そういうかなでの手は震えていた。かなでお姉さん、綺麗なんだから気をつけてよ。元に戻る薬も手に入ったし。俺、もう行かなきゃ。新たくん、助けに来てくれて本当にありがとう。本当はね、アルト君が助けに来てくれるんじゃないかって思ってたの。でもアルト君どこ行っちゃったんだろう。白状のやつめ。
なんでそう思ったの？やっぱり私ってアルト君が好きなんだな。好きって男として？そうだよ。でも秘密だよ。アルトの人は、あれ、戻ってる。まだ薬飲んでないのに。奏。おーい。アルト君、まさかずっとアルト君はアルト君で、奏、あのな。奏、現実逃避したプニ。プニは二人の恋路をずっと見ていたプニ。ちょ、大丈夫か。おい。は？アルト、そんな格好で奏抱えて何してんの？ミラム、違うんだ、これはその…お、アルトが変態になっとる。あ、カイリー、お前ちょっと説明してくれよ。うん、お前のファッションセンスが実は壊滅的だったってことか。お前ふざけんな、事情知ってるだろ。ねえねえ、ラム、帰るぞ。ちょ、こら。この後、奏はすぐに目を覚ましたが、俺が小さくなってからの記憶が曖昧なようだった。私、こんなところで気を失ってるの？って、アルト君、何その格好？変なの？そして俺が、しばらくピチピチの服が好きだと周囲に思われたのは、言うまでもない。竹内君一味は、カイリーの恐ろしさが身に染みたのか、奏には寄りつかなくなった。あの時俺は奏の気持ちを知ってしまったが、関係は何も変わっていない。やっぱり男の俺から告白すべきだと思う。だがまだその勇気が出ない俺を許してくれ。待ってるから。ご覧いただきありがとうございました。小さいアルト君も可愛かったなと思うそこのあなた、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張るから、ベルマークの通知もオンにして見逃さずに応援してくれると嬉しいな。それじゃあまた次の動画で会えるの楽しみにしてるね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。